入ってた時見てくださいどうしよう怖いですけど、はい、前見て本当に始まりますってゆなちゃん、2締めてあげて2締めてあげて、どんだけバッていなくなるかっていうと、もうこれ多分一人伝わるか伝わらないかぐらいかと思うんですけど、ま、あの隣のトトロでメイちゃんがサツキちゃんが隙間に手をピチャってやった時にマクロクロスキがバッていなくなるぐらいお客さんが一気にいなくなるんですよ毎回こういう反応さあ本当にでも、もうお子様だけでも構いませんので本当に見ていただけるなら我々っていうのはもうその方が好きにやりたいことをやっていきますのでぜひご覧になってくださいね。みんな怖いって言われたことないんだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ああいうの、さあ、本当にもしね、お子様だけでも、お母さんとお父さん待ってる間でもいいから、見ててあげてください。かわいい。かわいい。かわいい。お前、なかなかすごいよ。前に座っただけ。かわいい、かわいい。ね、いいね。かわいいね。かわいいね。本当に。毎回やってることが同じようで、毎回違いますから、ぜひ見てってください。前見て。座っただけでお姉ちゃんそんないいリアクションもらえる？さあ本当にもっとも皆さん座っててください。ぐっと、ね、いっぱいお子さんに座ってもらいましょう。もう大人の方なんていいからお子様でもう座っちゃってください。ね。じゃあお姉ちゃんたちも前の詰めちゃいな。ぐって。僕も来るかな。ちょっとあんたはい。あんたそれだけだよ。もうみんなあげたくなっちゃうからそれでおしまいね。そし捨てないで片付けんのお兄さんだからかわいい。お姉ちゃん拾わなくていいんだ。落とさないなあんたも。さあそしたらちょっと太鼓叩いて始めておこうかな。じゃあこっちにおいで。ズボンに置いてあげるの。はいちょうだい。あんたもこの子もね、俺のことすごい無視してるからね。そういう存在なのかもしれない俺は。な、今日今回ネガティブ公演で行こう。結構落ち込んだ状態で。そんなのお子様にいても分かるわけないでしょ。俺はもうほとんど一人で喋ってるようなもんだからね。さあそれでは本当に今から始めていきますので、もしご覧いただけるという方、もうあと本当に先ほども言いましたが何公演できるか、分かんない状況ですので、まだ見てない方はぜひ思い出に一回見てあげてください。はい、前向いて。キャーって言ってくんね。最後叩いて遠くのお客様を、ね、集めていきたいと思います。あなた、ここでストップよ。ただこのラインよりもちょっとでもいいですが前に出てくると座るんです。ね、そういう仕事。